とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。では行きましょう。まず1回、クリーパー多いです。これを全部処理しようとするとちょっと難しいので、爆破して処理してください。全部倒そうとするとまあやられると思うので、まあ注意していってください。まあ敵をね、巻き込んで倒せればかなりいい。でもまあ巻き込まなくても全然いいと思います。とにかくダメージを受けないようにね、いけばいいんじゃないでしょうか。 OK で、こっちに回復がありますので、回復と矢を忘れずに取るようにしてください。 OK 結構敵のね火力が高いので、まあ、やられないように注意していきましょう。 OK あと2体かな。よし、ということで、1回はこんな感じで、まあまあクリーパーのね出方さえ分かれば全然余裕だと思います。んで両刃斧取っていきましょう。この斧がね結構使えます。かなり使える。で強打を1入れておいてください。この強打が結構いいです。ゾンビ系が今回多いので、この強打がねかなりダメージを与えることができていい感じですね。うん、まあ一見そんなに使えるやつではないんだけども、今回のタワーではもうかなり有効だなと思いますよね。 OK もう少しだね。よし、まあね敵が限定的なだけあって倍率が 25% とかなり高いもんね。2回終了です。でここで、傭兵のアーマー取っていきましょう。でエンチャントで雪玉ですね。まあ1だとそこまで、雪玉飛ばさないんだけども、まあ全然ないよりはマシなのでつけていってください。でここねシュルカーがとにかくめんどくさい。うん、あいつがマジでめんどくさいんで、あいつをなんとかしましょう。 OK まずね、おお、あーミスったここさえ倒せば全然いいです。 OK いやいや食らってる食らってる。まあまあ食らったとしても、まあ今はまだねそんな敵の火力が高くないんで大丈夫だとは思うんですけどね。極力なら食らわないようにいきましょう。3回クリアです。ここで魂のクロスボウを取っていってください。でエンチャントでまずはこれ流れ込む魂ですね。 HP 回復しますしソウルが溜まるので、あとあとすごく効いてきます。このソウルの数っていうのがやっぱり今回影の断片を取りますので、ソウルの数が結構重要になってくるんですよね。よっしゃあ、でここは特に問題ないと思います。敵も多くないし強いやつも特にいないので、はい4回終了。まあ余裕ですね。まあ今シーズンそんなに難しくはないと思います。地雷取っていってください。んで、雪玉を2まで上げてくださいね。雪玉のレベルは高ければ高いほどいいです。でクリーパーいるんですけども、まだ2発で倒せるので大丈夫です。2発で倒せなくなるとちょっと難しいですよね。2発で倒せる間はまだ全然いけます。ナイス。 OK
雲こっち来れてない。 OK、 矢が1個出た。おしまいです。公開終了。まあ余裕だね。でここで影取りましょう。まあ、影さえあれば、まあ、やられることはないと思います。うん、まあ危なくなったら影化すればいいんでね。危ない、危ない、暗い、おー暗い、そうやった、危ない。下にいるかな、なんか下にいそうな気もするんですけど、どうだろう。まあいないとしていきましょう。終わり、よし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 。下にいちいち戻るのがめんどくさいんでね。でパワーシェイカー取っていきます。でエンチャントまだ入れなくていいです。もう1溜まってから、と雪玉を入れたいのでね。他のは別にいいです。強打も1のまんまで大丈夫です。まあ、確かに2になるとさらに 10% ダメージ増えるんですけども、そこまではしなくていいと思います。いいんじゃない、当たるか、若干当たった。はい、7回終了。どんどんいきましょう。7回は報酬いりません。でエンチャントで、雪玉3、ここがねちょっと難しいです。最初にね結構ブワーッと出てくるので、このブワーッと出るのをなんとかできればいいですね。 OK、 難しいのはまあそこぐらいかな。ほんと敵多いので注意していきましょう。うん、まあまあ、 ジオマンサーをねちょっと逃したりすると一気にダメージ入れてきますんで、あいつらジオマンサーの壁には注意、動けなくなってクリーパーの爆発もらったりとかね、もう最悪なんで。8回終了。次、ここいりません。でここでは、ボス用に斧を上げていきます。斧ですね、これがあれば、まあ、それなりに早く倒せると思います。大釜ですね、地雷を置いてパワーシェイカーでガシガシ叩いていけば問題なく倒せると思います。あ、嫌な場所だった。 OK、 耐久力はちょっとまだ上げてないのであんまりないんで、ここだけちょっと注意していきましょう。危なくなったら影の断片を使って避けるようにしてください。10回クリアです。でここで防具変えます。スノーアーマー変えていきましょう。でスノーアーマーにはポーションバリアですねつけてください。で強打別に入れていっていいんですけども、これは別に入れないかな。ああまあ余ってるから入れていいんですけどね。あ、入れたら3発で倒せるね。ああ入れたら3発で倒せるんですけども、まあまあそこまでする必要もまあないかな。パワーシェイカーも地雷もあるんでそこまではしなくていいかな。さあ、あと3体ぐらい、こっちかで、こっちもで、ここ11回終了。次いきまーす。報酬は何もいりません。でここがね、レースタワーレースが結構出ます。うん、アーティファクトを、フル活用して一気に倒していきましょう。ちょっとでも残すと結構痛いんですよね。いいかな、 OK、 一気に
手なところを潰していくといいですね。よし、あー潰せなかった。まあでも変化してないのでいいでしょう。いくよ、あとは下に3体ぐらいいておしまいかな。4体だった。12回クリア。次でーす。今シーズン本当楽ですね。まあまあちょっと難しいところもいくつかあるんですけども、報酬いりません。進んでいきましょう。よし、ここに風使いが出るんで風使い先に倒してください。めんどくさいんで。これ弓はね火力がないのよ。よっしゃ、オッケー。火力弓じゃないからね、 HP 回復が目的なので火力はありません。お、下から来やがった。で、あと数体倒しておしまいですね。終わりか。13回終了。どんどん行きましょう。ここで愛のメダル取っていきます。地雷と交換してください。20回がちょっと難しくって、そこで愛のメダルが使えるとだいぶいいです。20回のね愛のメダルはいいんですよね。 OK、 いいんじゃない。よっしゃ、いけー。あっちは任せてていいかな。ダメだった全部はいけなかったね。まあまあいいでしょう。14回終了。次、報酬いりません。で、ここも特に問題はないでしょう。まあ敵の火力が若干高いので、トライデントを受けないようにすればいいと思います。よっしゃー、オッケー。愛のメダル本当に強い。よし、オッケー。今ダメージ受けずにいけましたね。で、ここを開ける前にパワーシェイカー使って 1,2 発打ち込んであげるとだいぶ減らせます。それを一手間やっておくと楽っすね。よし、オッケー。あとこいつでおしまいだね。15回終了です。次、ここでねコグクロスボウを取ります。回復から火力にシフトしますね。で、ここですけども防具を上げます。スノー、フロスト、うん、これに上げてください。で、ボスでーす。エンチャント入れてくださいね。コグクロスボウに長弾、そして虚無、これでいいと思います。2体出てきますので、一気にまずは1体を片付けていきます。 OKOK、 1体片付けてしまえばね、あとはもう楽勝です。 OK、 やっぱりね、この影と愛のメダルとか今回のアーティファクトは本当に強い。今回本当にね恵まれてる。で、ここでドラを取っていきます。パワーシェイカーと変えてください。どんどんいきましょう。で、序盤から矢を全然使ってないと思うのでもう使い放題です。うん、矢を使い放題でガシガシ進んでいってください。 OK、 あ、そっち側に打ちたかったけど、いいね。で、ここでもスライムが結構出るんで、
矢がいっぱい出る可能性がある。よし、うん、ちょっと HP 減ってるね。でも大丈夫。よし、影化して一気に突っ込んでいきましょう。で、上の方は愛のメダルがあるとだいぶ楽なので、愛のメダルで進んでいけば OK ですかね。よし、あ、ミスった愛のメダル使うのミスった、完全にミスった。愛のメダルじゃなかった、使ったアーティファクトが。まあまあでも大丈夫でしょう。完全にミスったけどね。 OK、 はい、18回終了。次に行きましょう。矢がまだ330本、まだ全然余裕です。もう遠距離から撃っとくだけでほぼ勝てるんでいいっすね。で、ここでボーンクラブを取っていきます。ボーンクラブね。で、エンチャントで働き鉢虚無、これで OK です。で、火力も耐久力もあるっていう状態が作れてます。いけー。あー、ちょっと2体か3体いけたかなと思ったんですけどね。ちょっと少なめでした。オッケー、いいんじゃない。よし、 HP が減っても回復してポーションバリアがあるのでだいぶ安定しますよね。よし、愛のメダル19回終了。20回がちょっと難しいですね。この次の回が難しいです。ここ報酬いりません。ここ難しいので、まずここ愛のメダルでロイヤルガードを3体仲間にできればもう勝ちだと思ってください。このロイヤルガード3体がかなり重要です。 OK、 あ、雲で、エンチャンターがここ出てくるのでエンチャンターを早めに倒すようにしてくださいね。エンチャンターがいるとちょっと面倒よ。よし、愛のメダル、あと上に1体いておしまいか。いけ、え、20回終了です。で、ここで、パワーシェイカー取っていきます。愛のメダルと交換ですね。まあ、別に愛のメダルのまんまでも全然いいと思います。うん、でもまあこれはこっちで回転力を上げていきたいのでパワーシェイカーにしてます。よし、愛のメダルはやっぱりちょっとね、あの待機時間が長いんですよ。長すぎる。なんでパワーシェイカーでガシガシ攻めた方がタイムは早いですね。あ、ミスった。完全にミスった。はい、 OK、 よし、はい、21回終了。次、登れない段差とかあるんでね、注意してください。で、ここバトルローブ変えていきます。このアーティファクトのダメージアップ、あれが重要です。いきましょう。しゃ、あ、あー、待て、エンチャント入れてね。エンチャント入れてね。バトルローブはいらないんですよ。エンチャントいいのがないので。なので、ボーンクラブだけ上げてください。で、ここは爆発でもリフレッシュでもいいと思います。俺は火力の爆発にしてますね。あ、で、あれだ、輝くローブじゃないのでアーティファクトのダメージは上がりません。アーティファクトを使える回数が増えて、火力が増えるっていう感じですね。
こも特に問題はないと思います。まあ、ネクロが出るのでそこだけ若干注意すれば問題ないですかね。うん、出た瞬間叩いてあげれば OK です。まあ、出る場所っていうのはわかると思うので。なんかやたら減ったね。まあ、耐久力のあるやつじゃないので、まあ仕方ないか。終わり。22回終了。次。んで、ここで、アップドラフト、取っていきまーす。このアップドラフトが、ボス戦でものすごく使えます。いいね、いいね。この長弾がついてるコグクロスボウがものすごい強いのよね。めちゃくちゃ当たるもんね。よし。はい。いいね、蜂もいいね。ここにちょろっと出てくるクリーパーたちをもう一気に倒せて気持ちがいい。終わり。23回終了。では、あとはボスのみです。報酬いりません。んで、ここ、うん、別に何でもいいです。なんでもいい。うん、まあまあ適当にボーンクラーでも上げていきましょう。エンチャントも別に入れる必要はないですね。もうそのまんま突っ込んでください。倒し方ですけども、影化してスタートします。でドラを当ててアップドラフト、影化でドラでアップドラフトで、アップドラフトがまた回復しますので、そこでアップドラフト。うーん、ドラが抜けてる。オッケー。おしまい。ちょっとうまくいかなかった。ドラが先でしたね。はい、まあ、とりあえずクリアです。うん、虚無1いらん。あー、うん、まあまあ、うん、最強にはなるな。でも持ってるんだよな。まあいいや、クロスサイズにします。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。